来週の土曜日に一部運転再開です。 JR 九州は豊肥本線の豊後荻阿蘇間の運転を9日より再開すると発表しました。これに合わせて豊肥本線を走る九州横断特急の運行も別府阿蘇間で再開されます。こちら9日からの再開ということですけれども、はい、これで、はい、これね、フリップ用意しようと、ちょっとこだわりがちょっとあるんですけど、ちょっとうまくいかなかった。ちょっとね、このフリップ今ね、間違えてますか？いや、間違えてないですけど、縦野の駅のあたりのスイッチバックを再現しようとして、ちょっと下、赤い線引いたら縦野の駅の下のラインに入っちゃったから、ちょっとよく分かりづらくなっちゃったんで、それはさておきなんですけど、今は豊肥本線、熊本と大分を結ぶ豊肥本線は、大分から豊後荻の東側の区間と、熊本から肥後大津の西側の区間が、熊本地震で運休になってから、それで復旧したりして、この区間が今運転されていると、はい、で豊後荻から肥後大津の間がまだ地震の影響で運休となってたんですが、それが来週の土曜日かに、この豊後荻からこっちの東側の区間ですね、豊後荻の方から、こっちか、豊後荻から阿蘇まで開業するということなんですが、時刻表を見てもらうと分かるんですけど、各駅停車って基本的にこっちの豊後竹田方面から来るやつは豊後荻通って宮地止まりなんですね。基本宮地止まりがほとんどで、はい、阿蘇まで行く列車はないの で今回の復帰の時も宮地止まりの普通列車は宮地止まり、宮地まで、うん、で、九州横断特急が、この日から運行再開して、この、宮地から阿蘇の区間2駅分なんですが、ここは、九州横断特急の3往復のみで復旧という形になるという形になります。一気にではなくて、乗り継ぎがあってということで、乗り継ぎというか九州横断特急だけは阿蘇行きで、普通列車は宮地止まりという形で、でその代わりは特急しか通らない区間なんで、宮地から阿蘇の間は快速扱いで、九州横断特急は全席自由席の快速扱いで運転するということなので、だから18切符でも乗れるみたいな区間になるということですね。はい、で残りの区間の方はまだ結構被害の方はあったみたいで、ちょっとまだ目処は立ってないということなんですが、なんか今日記事とか見たら、この立野のあたりのその阿蘇大橋のところでね、あったどうだっけ、大学がまた東海大学だったかな、うん、がまた再び学校の方を始めたみたいな感じあるんで、徐々に戻ってきつつあると思うんで、そうなるとこの列車の方も、どんどん復旧の方を目処立って、復旧区間が増えて最終的にはつながるんじゃないかなと思います。はい。